くも見事な一品との出会いが。これが噴水、命の源たる水をもてあそぶ罪深き、その魔性ゆえに効果を投げ入れた者の願いは叶えてしまうものまであるとか。これは試さないわけにはまいりません。不肖このエリザベス、こんなこともあろうかと硬貨を少々持ってまいりました。500円硬貨にしまして2000枚、締めて100万円からスタートでございます。投げ入れることばかりの夢中で肝心の願いを考えておりませんでした。これではいけませんね。熟考の上、また近いうちに訪れることにいたしましょう。おや、こちらは何の施設でしょうか。中に険しいお顔立ちの御人でいらっしゃいますが、こちらに貼ってある顔写真は、指名手配、報奨金。これは私の討伐依頼と同様のものと考えてよろしいのでしょうか。なるほど、生け捕りでございますね。特進いたしました。こちらの建物は、まさかここはクラブ。内なるパトスのままに踊る、そんな日常では許されない欲求を解放する光と音の地下庭。そんな、今は閉まっているのですか。残念でございます。ぜひ私もと思っておりましたね。幾分気が収まりました。それにしてもどの場所も大変興味深く目移りをしてしまいます。よろしければ、あなたのおすすめを教えていただけませんか。カラオケ、それはまさか下部音楽の本職の歌い手にワンボタンで挑戦できるという、私の秘密の歌、ついにお披露目の時が訪れたようですね。失礼、少々お待ちいただけますか。こちらにも噴水があったのですね。さらにこちらにも噴水が。この場所の噴水の主は三人一体ということなのですね。お待たせいたしました。それでは参りましょう。本日は数々の貴重な体験をさせていただきました。依頼の方は十二分に達成でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。Thank you.
You gotta tell me you can't fall over.
おかこの前も会ったよね。元気だった？一週間後は満月だよ。気をつけて。また一つ試練がやってくるからね。君が試練に出会う日のことさ。試練と向き合うには準備が必要だ。でも時間は無限じゃない。もちろん君なら分かってると思うけどね。じゃ、それが過ぎたらまた会いに来るよ。
君か。おかえり。